この壁は脆そうですね。またまた私のギフトの出番かしら。何かあるぞ。何かあるみたいだね。やった
でもキリシャちゃんちはさすが存在感あるわね。何かあるみたいだね。
何かあるぞ。は、昇級士ってどこか。
何かあるぞ。
ここは随分雰囲気が変わりました。古い罠が残されていますね。要塞時代の名残でしょうか。何かあるみたいな。
強くなれる。何かあったのでしょうか。随分と騒がしいようですが。うわあ！ありえぬ！ありえぬ！今の人はさっきの。俺たちを見ても素通りとは見事な慌て。何がありやがった。退避！退避！あんなバカ力だなんて聞いてねえぞ。くれぐれも監視どもに気づかれないよう注意しろ。お前たちは怪人？急げ。とにかくあとは団長の指示を仰ぐしかない。嫌な予感しかしないわね。いや面白そうじゃねえか。昇級士ってどこか。何なんだこいつは。この凄まじい雄たけび。アドル君、闘技場で聞いた鳴き声の主に間違いないわ。これは思った以上に凶暴そうですね。面白い。
何よ、尋常じゃない硬さだわ。ですが、よく見てください。弱点があるはずです。狙いすまして一撃ですね。強さでした。ま、確かになかなかの手応えだが。おい、消えちまったぜ。見たことねえ獣だったが。アドル、冒険家の意見はどうなんだ？古代種だと？どっかで聞いたことあんな。
確か大昔の地上を支配した巨大な爬虫類とかなんとか。はい、少し前に話題になったのを覚えてます。今はガルマンで盛んに研究されてるそうですけど。でもすでに絶滅したはずの獣だと聞いてます。どうしてそんなものが監獄に。ああ、そりゃ誰かが連れてきてぶち込んだからだろう。ここを管理しているのは聖国騎士団のようでしたが。ああ、上の連中は一体何を企んでるのやら。もしかして見ちゃいけないものを見てしまったんじゃ。何を言う。手間をかけたようだ、怪人の諸君。てめえはシャトラール。高よ、戦う気か。その判断は20点だな。今しがた古代種の相手をしたばかりなのだろう。おいおい、白を切るつもりもないとはな。古代種とやらはやっぱあんたたちの仕業ってわけか。君たちには今さら隠す意味もあるまい。それに赤の王、君ならいずれたどり着くと思ったよ。自分で確かめるといい。それも君の本分なのだろう。もっともここにはこれ以上の情報はないと思うがね。この人もしかしてアドルさんの正体を。シャトラール団長、あなたは闘技場の事件は知ってるんですか。一通りの報告は受けているよ。じゃあ、あの事故の原因がここの古代史だってことは。うん、被害に遭われた方たちに申し訳ないとは思っている。やっぱり知ってたんだ。何が聖国騎士団よ。ユファさん。バルドゥークのみんなは聖国騎士団を信じてる。騎士団はみんなの日常を守ってくれてると思ってるのに、あんなものを監獄に隠して一体何を考えているの。猛牛だったか。君たちは自らの力で知るべきだ。これから起きること、そして自分たちの正体に関してもね。私たちの正体、どういうことでしょう。てめえ、俺たちの何を知ってやがる。洗いざらい吐いてもらうぜ。真実は自分で見極めるしかない。ああ、私の話で君たちが納得できるほどことは単純ではないのだ。自らの手で真実を知って初めて意義ある選択ができるだろう。そしてその時、我々の行為が単なる裏切りではないと知るはずだ。一体何を言ってるの。そんな話をしたいわけじゃ。皆さん、警鐘が。アドルさん、人の気配が多数接近してます。君たちを見かけた騎士たちが通報したのだろう。ここは騎士団の管轄区域だが、緊急ならばロムン兵も駆けつける。さあ、今のうちに行きたま。ああ、何言ってやがる。てめえを前に引くわけねえだろ。私は逃げも隠れもしないよ、タカ。いや、クレド・アイブリンガー代言。食えねえな、団長さんよ。そもそも包囲されてしまえば決闘どころではありません。行くぞ。
なあ、以前から気になってることがあるんだ。気になってること？この塔の独房ってどういうやつに使ってるんだ？ほら、ここの囚人は下のトックとも扱いが違うし、逃亡を防ぐ仕掛けも他の場所よりやたらと厳重だし。上の連中が決めたことだから俺にはよくわからねえが、普通に考えりゃ収監してることを外に知られたくない囚人だろ。どういうことだよ。やっぱり凶悪犯ってことか。あの赤毛の囚人はそんな風には見えないけど。だってうちの子が生まれたのを祝ってくれたぜ。凶悪犯とは限らないだろう。昔鉄仮面をかぶった囚人を収監したことがあるらしいんだが、その正体は後継者争いに敗れた王族だったなんて噂もあるからな。ああ見えてあの赤毛だってどんな過去があることやら。じゃあ意外に有名人だったりするのかな。今だったら身分ある囚人は下のトックに入れるんじゃないか。さあ無駄口ばかり叩いてないで巡回を続けるぞ。